2P 側チャンピオンゴー、すぐ楽にしてやるぜ。 1P 側チャレンジャーベネッサ、さあ注目してみましょう。期待が高まりますね。第1ラウンドが始まりました。シャドウスライサー、うまい、田中神受け身を取る、マシナクルストリーム、ボンクラシミダル、ベネッサ体力が減っていない。よけろ、これで KO。 まずは一本終わりましたが、 1P 側のプレイヤーですが、ガードが硬くて相手の攻め手を封じてましたよね。そうですか。この後気を抜かずに防御に徹するのもいいかもしれませんよ。そうですね。ゴー、体力が全く減っていないが、おっと受け身を取った。ミドルキック、ボンクラッシュミドル、ミドルキック、距離を取る、送球、よろけだ、決まった。セットカウントは1対1。ゴー、1本取って追いついた。このままもう1本取っていきたいところ。ファイト3、レディー、ゴー。第3ラウンドが始まりました。彼ら B 特有札とどめ、きっちり当てていく。投げが透かる。ゴー、体力が減っていない。いけ、勝負あり。セットカウントは1対2。ゴー、続けて引き離した。いや、一気に畳みかけたいところですね。第4ラウンドスタート。パーリング、ここからどうする。投げが透かる。ゴー、ピンチ、際どいな。ん？投げ失敗！決まった！セットカウントは2対2。ベネッサ一本取って追いついた。このまま終わってしまうのか。運命の第5ラウンドスタート。彼らさらにヒット、鎧同士、ダッシュ上、よろけた、バックナックルストリーム、これがヒット、避けて、投げ失敗、体落とし、起き上がりに重ねた、ゴー、圧倒的に攻め続ける、決まった。この試合どうでしたか。見応えのある一戦でした。ゴー、勝利しました。まだまだ練習のつもりなんだがな。